まさコーチの卓球チャンネル始まるよ。笑いが入る。笑いが入る。すげ、皆さんこんにちは、こんにちは、こんにちは。まさコーチことまさコーチです。はい、ということで全日本終わりまして、新しい時代の幕開けみたいな感じになりましたね。男子も女子も新チャンピオンが生まれまして、まあ見てきたわけですけども。今回紹介したい動画はですね、宇田選手、優勝した宇田選手が、まあすごい強いですね。小さい時、まだ卓球始めたばっかかな、その時の動画が SNS で流れてて、でまだバンビでね、こんなちっちゃくて素振りしながらピク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 こうフォア打ってる宇田選手、こんなでしたみたいな動画が出てたんだけど、その動画を見て、あ、可愛いなっていうだけじゃなくてね、まあ、職業病で、これ、どうやって打ってんだろうね。え、この小さい時から、何意識してやってんだろうって、こうやってやっぱ見たら、足の使い方をすごくやってたんですね。で、それ見て、宇田選手って、まあ、パワフルな、フォアハンドっていうのが、やっぱ、今回も見てて思ったと思うんですね、皆さん。フォアでの得点。で、その、まあ、原動力というか、なんだろう、一番最初の初期設定って言われるものですね、それを、動画で、まあ、出てたので、まあ、その雅子氏が見て分析して、あ、こんな足の使い方してるっていう、でそれをまあじゃあ真似てやってみようっていうことで、もう雅子ちゃんのすぐ取り入れるん でそれを今回、宇田選手、当時の宇田選手ぐらい の幼稚園年長さん、まあ、小学校1年生に上がる前の子で、選手いるんですけど、まあ、ゆうとくんって、その子で、実際、やってみました。で、劇的な、まあ、変化、まあ、目で見て分かるような変化もあると思うので、それを見ながら皆さんも参考にしてみてください。それではどうぞ。いいよ、足使っちゃダメだよ。じゃあ、今足を使う打ち方と足を使わない打ち方してもらいましたけども、足を使わない打ち方の時どうだった？じゃあ足を使った時の打ち方やった時はどうだった？あ、いい感想ありがとうございます。はい、じゃあまたよろしくお願いします。視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。